皆さんこんにちは。サクッと3分始めていきたいと思います。腰の痛みがありますとか、腰がずっと慢性的に重いですっていう声が多かったので、こちらは、それに応えていくためのストレッチになっています。なんですけれども、いきなり腰からアプローチするとちょっときついかなと思ったので、今日は脇ですね、この骨盤周りの横側だったり、ちょっと後ろ側ですね、斜め後ろ側だったりとか、この脇の下あたり、これもかなりスッキリする原因になる、のでこちらの方をまず伸ばしていくっていうストレッチからご紹介していきたいと思います。少し前置き長くなりましたが、3分測っていきたいと思います。ではスタートです。はい、まずですね、肩幅程度に立ってください。そうしましたら、片っぽつま先立ちになって かかとのところに空き缶かなんかがあると思って、ぎゅーっと握りつぶしてください。そうしますと少し骨盤が移動していくと思いますので、これで構いません。そのままですよ、胸はまっすぐと前を向けたまんま、真横にぐーっと倒して脇腹縮めてください。そのまま首まで脱力をしてください。はい、そうです。こちらあまり意識しないでくださいね。で、肩は前に出てはいけません。小指も前に、下から前に出しちゃいましょうか。はい、ここでリラックスしてください。少し秒数数えていきましょうかね。1,2,3,4、脱力大事。6,7,8、もう1,8、2,3,4,5,6,7,8。はい、ゆっくりですよ、ゆっくり戻ってきてください。はい、ほぐしてあげてください。反対いきましょう。空き缶をぎゅーっと握りつぶすようにして、こちら側安定しましたね。そしたらまっすぐですよ、ゆっくり腰から上に向けて脱力していく。小指を下から上に向けて脇くっつけちゃいましょう。リラックスです、脱力してください。1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7。はい、 OK です。ゆっくりですよ、戻ってきてください。はい、少し腰ほぐしてあげましょう。この辺のですね、骨盤のちょっと上あたりが伸びてくるのが分かってれば成功です。もう一個やってみましょうか。今度は汽車ポッポみたいな形になって、片っぽでいいんですけれども、こうやって耳につけていく。いける人は肘が耳の近くまで行っちゃうみたいなことをやってくれると嬉しいです。それではもう一回空き缶を握りしめて、先ほどと同じ姿勢を取っちゃいます。はい、そうです。そしたら上にある手を汽車ポッポ作ってもらって、このまま耳の方に行きます。1回目、はい、戻します。2回目、はい、できれば上に、体は安定させてくださいね。はい、3回目、もう一回行きましょうか。はい、4回目、はい、ゆっくりですよ、戻ってきてください。ほぐしてあげてください。反対行きます。空き缶ぎゅーっと握りつぶして倒していきます。脱力してくださいね。ここが伸びてるの確認してください。せーの、1、はい、戻します。2、首に力入れないようにしてくださいね。目線はまっすぐ前です。3、はい、続けます。4、はい、 OK、 戻りましょう。はい、ほぐしてあげてください。さあ、3分経過してしまいましたが、今日のは気持ちよかったから許してください。かなりここがね、伸びると、この辺が最初はね、重だるってなるかもしれないんですけれども、数分経ってくると少しあれ、ほぐれてるかもっていう感覚になると思います。こうやって上げていくときに、ここからさらに上の方まで伸ばせるようになります。肩が痛い方はこちらだけでも構いませんし、全然ここのね、根元のところってなかなか詰まってっちゃうんで大変だと思いますけども、伸ばすとかなり良くなると思います。ありがとうございます。それでは、お別れしたいと思います。スペースアートダンス TV ではこのように皆様にお役に立てる情報をお届けしていきたいと思っていますので、これからもご視聴と応援のほどよろしくお願いいたします。ちょっと噛んでしまいましたけど、今日は終わりにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。